はい、106ライトオン、水推進よね。はい、はい、行くよ行くよ、106 100.86。1.68、先切ったらいいに入ってんじゃん。スバルレヴォーグウェット旋回ブレーキ、お前はポルシェかってちょっと叫んでしまいましたけども、制動距離 38m、 2回とも、あれアイドルストップそんなのついてんだスバルに。アイドルストップの話はともかくも、ストッピングパワーが 40m 切って 38m でしたから、まあ、メルセデス・ベンツやスカイラインに比べて、4m、15% ぐらいストッピングパワー高いですね。それでライントレースがしっかりしてますから、まあ、ちょっと驚くべきその気温性能の高さというのが確認できました。まあ、2回目はちょっとハンドルを先に切って意地悪テストするんですけど、全くデータは一緒なんですね。ですから、まあそういった意地悪テストでも ABS はごまかされずに、しっかりと止まる力と曲がる力を出してました。まあそういう意味で非常に合格です。タイヤもなかなかこうウェット、水深3ミリぐらいでやってますけども、ハイドロプレーンも起きずにウェットグリップも良くて、まあ、これだったら安心して条件の悪い雨の、高速ドライブもできるかなっていう感じがしますね。あとブレーキを踏んだ時の ABS の感じも、ペダルも非常にしっかりしてるし、 ABS のペダル振動も最低限のところで、まあ、ドライバーに教えてくれる。 C クラスはもうちょっとマイルドな ABS のペダルフィールなんですけども、まあ、そういう意味で新型レヴォーグのポテンシャルはこのウェットの旋回ブレーキに関しては十分合格ということが言えると思います。クルーズコントロールは日本車にありがちな右親指でたくさんのことをやらなきゃいけないんですけども、まあ、この辺の使い勝手はもう他の日本車と同じように、まあ、正直言ってあまり良くないなと思います。というのはメルセデスがもうワンクリックでできるので、ただこれはプラスの方に長押しすると1キロずつの設定もできるので、今回は ACC を106に設定して実測が101、まあ、約 5% ぐらいのスピードメーターのズレです。まあ、その 5% だったら悪くないかなという気もしますけども、まあ、皆さんがこう100キロで走っているときに、実は日本車はだいたい104、94から95キロぐらいしか出てないので、まあ、おまわりさんに捕まった時の被害は減りますけども、まあ、メーターはやっぱりこう正確な数字をドライバーに与えてほしいなという気がしますね。はい、ライトオン105、ライトオン105、はい、ライトオン105、100.42 40m。 よかったね。はい、ステアリング先 98.84 OK だね。はい、はい、マツダアクセラの、ディーゼルですね。 2.2 リッターディーゼルなので、まあ、トルコはこのボディに対してはかなりあります。クルーズコントロールで105キロ設定で入ってきて、実際、実測は100キロ前後なので、まあ、速度差がばらつき 5% ぐらいなんですけども、実際のストッピングパワーはこれもポルシェかと思わせるぐらい 40m ぐらいで止まりましたので、まあ、スバルと並んで非常にブレーキはしっかりしてますね。まあ、ですから両メーカーはこのマツダアクセラもそうですけど、まあ、そういうブレーキのところにしっかりしたこだわりを持っているというのが言えます。タイヤは、いわゆるハイブリッドではないので、特に低転がりを意識したものではないと思いますけども、まあ、そういう意味ではウェットのグリップ力は十分あったと思いますね。で、2回目は少しステアリングを先に切ってブレーキを踏むんですけども、先に切ったらもうそのままイン側のパイロンの方に入っていっちゃうぐらい、ステアリングの
あの打の利きがまあ無駄がなくて、遊びとかその打の遅れ感もなくてピシッとこうステアリングがあのライントレースに正確性を出してたっていうのがすごく印象的で、まあブレーキも非常にストッピングパワー高いんですけども、まあ何よりもこのステアリングに対する打の動きっていうのがリニアできちっとしてるなっていうのは印象的でしたね。で、この車日本車なんですけども、あのちょっとウインカー左レバー使っちゃうぐらい輸入車と間違えちゃうような感じがあるのは、実は座った時に、ちゃんと両足がこう開いて座れてますから、右ハンドル車は FF の場合は右のホイールハウスが邪魔してちょっと足がこっち行っちゃうんですけど、ちゃんとこういう風に置けるんですね。そういう意味でタイヤの位置が前に行ったり、そのためにオルガン式のペダルになったり、ポジションがナチュラルで、いわゆるしっかりこうあの自然にこう座れてペダルも操作できてる。あとここにヘッドアップディスプレイがあるので、目線を下に落とさないであのクルーズコントロールの設定速度と実測をここで見ながら、あの目線をずらさないでブレーキングポイントまで入っていけるので、まあ、こういうヘッドアップディスプレイがあるということもあのなんかこう安全運転の非常に重要な一丁目一番地だなという感じがしますね。そういう意味であの、ペダル配置とか、ヘッドアップディスプレイとか、まあ、このカーナビも今は使いませんでしたけども目線の中に視界の邪魔にならないところに置いたりしているので、いわゆるこうインターフェースがいいなと思いましたね。残念なのはここのクルーズコントロールの使い勝手がやっぱり親指シフトなので、どうしてもステアリングからこう外して手を外してしまうので、ここは余ってるのはこっちの小指と薬指なので、やっぱりあのレバーのこうクリックタイプのメルセデスの方が圧倒的にやりやすいなと思います。まあ、ディーゼルエンジンのパフォーマンスは今はまだ分かりませんけど、このウェットに関してはディーゼルは実はかなり重たいエンジンがフロントに乗っかってるんですけど、CX-5 の時はちょっとディーゼルだとフロントが重いかなっていう感じがあって、シャシーが負けてるなっていう感じがは否めなかったんですけど、このアクセラに関しては、ガソリン車なのかハイブリッドなのかディーゼルなのか分かんないぐらいそのフロントサスのこうしっかりした感じがあって、重たいエンジンがここにぶる下がってるとはハンドリングからは感じられませんでした。